ジャワ級軽巡洋艦は、オランダ海軍の軽巡洋艦の艦級。一番艦の艦名は、オランダ王国の植民地であったジャワにちなむ。同系艦に、スマトラ島に由来するスマトラがあった。セレベス島にちなむ三番艦セレベスは完成しなかった。本級は、第一次世界大戦前に計画されたため、ドイツ帝国海軍の軍艦の影響を強く、 受けているが、収益は、世界大戦終結後となった。本級は、オランダ海軍が、自国の植民地警備のために建造したクラスである。オランダ海軍1915年から1916年度海軍計画に、おいて一隻ずつ、計二隻の建造が予定されたが、続く1917年から1918年度計画で、セレベスの一隻が、 追加建造される予定であったものの第一次、世界大戦により建造は中止された。オランダ王国の仮想敵国は、東南アジアの植民地防衛という観点から見れば、大日本帝国であった。本級が最初に計画された時、大日本帝国海軍の保有する最新の二等巡洋艦はチは、マ型防護巡洋艦であった。オランダ海軍は、ドイツ帝国海軍に協力を仰ぎ、 設計、建造において、クルップ社の協力を得た。クルップ社が提案したのは、同国海軍のモルトケ級巡洋戦艦を小型化したような艦型であったという。本級は、15センチメートル速射砲充門を搭載した強力なクラスとなるはずであった。ところが建造中に第一次世界大戦が勃発したために材料が届かず、 ジャワとスマトラの完成は1920年代にずれ込んだ上に、セレベスは国内事情も絡んで建造中止となった。その頃になると、日本海軍は天竜型軽巡洋艦を計画し、本級も天竜型を意識する。結局、ジャワ級は当初計画3隻中2隻が1925年から1926年にかけて収益した。 近代化改装前のスマトラ。本級の船体は植民地での使用を考慮され、原則いっぱいに幻想を開けて、通風を良くしているのが特徴的な朝鮮首労型船体である。船体の還元は高く、波の強い東南アジアの海でも良好な、しのげな性を持つよう設計された。垂直に切り立った艦首から、干渉甲板上に、 ボフォース 15cm 速射砲を単装砲画で背負い式に2機配置した。2番手法の基部から上部構造物が開始し、その上に 4m 速虚偽を乗せた操打環境を基部として簡素な短脚式の全部マストが立つ。船体中央部に日本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場とされ、日本一組のボートダビッドが、 片弦一組ずつ、計二組と、後部マストを基部とするクレーン一機によって運用された。左右の原則甲板上には1 5トル速車砲が、片弦三機ずつ配置された。4ル速距離を乗せた後部見張りところの背後に1 5トル速車砲が、後ろ向きに背負い式で二機配置された。完備上には、レールが、一乗ずつ。 計2条で投下された。収益後の1926年に、フェアリー3型水蒸気2機を搭載し、1934年から1935年に、かけて近代化改装を実施した。外観上の変更点は、全部マストが頂上部に射撃方位板質を持つ強固な一本マストとなり、中段部の見張り所は、船橋を兼ねた。 V 字型のものとなりその支柱は、水蒸気運用のために、クレーン2機の基部となった。後部見張り所も大型化されて2メートル対空速距離2機と、ボフォース4センチメートル連装機関砲が、並列配置で2機設置された。1925年のジャワ沖海戦時のジャワ主手法は、スウェーデンのボフォース射製。 新設計の1924年型1 5トル速射砲を採用した。この砲は自由装填方式を採用しており、どの角度からでも装填ができた。なお、行角は最大29度から深く10度まで、対空戦闘は考えられていない。旋回角度は、監視方向を0度として、左右ともに150度に旋回でき、動力は人力である。 重量 46.7kg の鉄鋼台を、行角29度で、最大射程21,214メートルまで飛ばせた。他に腹部装検体空火機として同じくボ、フォース射程の 7.5cm 降格砲を、単装砲貨で4機を搭載した。なお、本級は魚雷を装備しておらず水路閉鎖用に嫌いを、常時12発で追加で36発の、 四4 8発を搭載できた。1930年代の近代化改掃除に美砲をすべて撤去し、代わりにボフフォース射製の 40mm 機関砲を連装砲形式で、ジャワが2機、スマトラも3機を装備している。この砲は重量 2.1kg の機関砲弾を高度 1180m 先まで飛ばすことができた。 他には1 2 7トル基銃を単装砲画で4丁装備した。ボイラーは、シュルツソーニクロフト式石炭、重油根昇水管管発機だが、ジャワは、クルップゲルマニア式ギアードタービンで、最大出力6万5000馬力、スマトラは、ゾエリー式ギアードタービン3機で、最大出力8万2000馬力で異なっていた。なお、 スマトラの未1935年に老朽化したタービンをパーソンズ式に換装した。燃料は重油を常備状態で1126トン、満載状態で1176トンを詰めた。満載1176トンで10ノット、4340回りの高速性能を得た。1942年にバタビアで取られたジャワー、 1942年のジャワ沖海戦時のジャワ。1929年に、ホノルルで取られたスマトラ。一番うのジャワは、ケームシェルデ社フリッシンゲン造船所にて1916年5月31日寄港。スマトラもネーデルランズシープスバウマーチカッピ社のアムステルダム造船所にて1916年7月15日寄港した。 二隻とも第一次世界大戦の勃発により工事が遅延したために同大戦後にジャワが1921年8月9日浸水1925年5月1日に収益したスマトラは1921年12月19日浸水1926年5月26日に収益した三隻目のセレベスは ロッテルダムのフィエンノールトシャスヒーダム造船所にて1917年6月14日に帰港したが、1917年7月に建造中止、後に解体処分となった。1934年から1935年に、かけて近代化改装を実施した。ジャワは、植民地防衛のために、オランダ領東、インドへ進出。第二次世界大戦初頭は、 戦団護衛に従事したが、太平洋戦争勃発後は、日本軍が指摘となる。1942年2月14日のガスパル海協会空戦2月20日のバリ島沖海戦に参加した。2月27日、スラバヤ沖海戦で日本海軍の妙高型重巡洋艦と交戦し、野戦で第5戦隊の酸素魚雷が命中。 両艦でロイテルと共に沈没した。オランダ本国にいたスマトラは1940年5月中旬のオランダ降伏によりイギリスへ脱出、続いてカリブ海にて戦団越え任務に就いた。10月にはオランダ領東、インドに移動し予備役となる。だが太平洋戦争勃発と日本軍の快進撃によりイギリスに脱出した。 1944年6月9日、ノルマンディ上陸作戦において、マルベリー港の防波堤代わりに沈められた。ありがとうございます。